戦争の勝ち負けと善悪は別なんです、うんうん、これをよくあの僕は今ランチェスター戦略というのが本とか書いてますけど、アサヒビールの最高顧問だった社長だった中条さんという中条孝則さんという方がいらっしゃって、うん、その方はおじいちゃん戦争のことを教えてっていう本を書かれた方なんですね。実際に軍人でもあったっていう方が何度も言ってたんですけど、戦争の勝ち負けと善悪は別なんだと。だから戦争で勝ったところが正しいわけじゃないんだっていうことなんです、うんうんうん、日本は戦争で負けたんです、うん、じゃあ悪かったのって言ったら悪くはないんですよ、うん、ということをまず知ることが大事だなと思います、うんうん、ところが戦争で負けた方が全て悪いっていう話になって、はい、そしてそれが GHQ がやったウォーギルトインフォメーションプログラムですね。日本っていうのは戦争やって悪かったんだって、こういう話なんですよ。おかしいですよね、うん、どう考えてもおかしいです。